カーター・アルス・ウィン・キー・ブームは、アメリカ合衆国ジョージア州交部軍、マリエッタ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。6歳年上の兄に同じくプロ野球選手の、スペンサー・キー・ブームがいる。2016年の MLB ドラフト一巡目追放で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。なお、契約しない場合は、 クレムゾン大学へ進学の予定であった。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。36試合に出場して打率、244、四本塁打、25打点、1盗塁を記録した。2017年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズ、A-9 オーバーンダブル・デイズ、A 級、ヘイガーズ・タウン・サンズでプレーし、 3球団合計で61試合に出場して打率。297、九本類三35打点、3盗塁を記録した。2018年は、開幕を A 級ポトマックナショナルズで迎え、カロライナリーグのオールスターに選出された。6月には、A 級ハリスバーグセネターズへ昇格した。7月には、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。 2019年は、スプリングトレーニングに参加し、25試合で打率、279、3本塁打、オプス、911を記録したが、チーム事情によりトリプル A 級フレズノグリズリーズで、開幕を迎えた。トリプル A 級フレズノでは18試合に出場して、打率37、379.3本塁打をマークした。声優劇種のトレーターナーが怪我で離脱したこともあり、 4月26日にメジャー昇格を果たした。同日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビューすると8回裏の第3打席に初ヒットにして初本塁打となるソロホームランを放った。しかしその後は結果を残せず5月8日にマイナーに降格した。それでも2年連続でオールスターフューチャーズゲームに出場した。メジャーでは11試合出場で打率。 128で本類打2本だった。ナショナルズは2019年シーズンを93勝69敗で終え、ワイルドカードの座を獲得し、最終的にヒューストンアストロズを破り、ワールドシリーズ優勝を成し遂げた。ポストシーズンロースターには入らなかったが、初のワールドチャンピオンを獲得した。2019年シーズン終了後に、 ベテラン三粒一種のアンソニー・レンドンが移籍したため、2020年1月にナショナルズ監督のデイブ・マルティネスは、キーブームがレンドンの代替のレギュラー三粒一種になることを考えたため、遊撃手から三粒一種にコンバートをすることを決めた。2020年は33試合出場で打率20、202、出塁率34、344、超打率21、212で0本。 旧打点を記録したものの、左手首の座章でシーズンを早期に終了した。将来はメジャーでも、中軸を打てるという表もある。一方、遊撃守備は、敏章差にかけ、二類種への転向が濃厚と言われている。野球 IQ の高さも魅力である。ありがとうございます。